今回は鹿児島遠征の動画です。最後までご視聴していただけると嬉しいです。チャンネル登録者数がだんだん減ってきてるので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。那覇空港到着。今回はソラシドエアで鹿児島空港へ移動します。 ANA のスーパーバリューセールで予約したので、往復安くで予約できた。沖縄から鹿児島まで1時間ちょいのフライト。寝てたらいつの間にか鹿児島に着いてました。鹿児島中央駅まで高速バスで移動します。鹿児島中央駅到着。スタジアムまでは路線バスで移動します。路線バスを降りて横断歩道を渡ればすぐにスタジアムに着きます。早速スタグル巡り。薩摩揚げのライスバーガーを買いました。早速スタジアムへ。マスコットキャラクターのユナイクーと鹿児島美人が来た。じゃないでしょ。とりあえず今回の動画は試合内容には触れないでおきます。試合後すぐにホテルに向かいます。ホテル到着。鹿児島中央駅から歩いて3分のところです。ホテルの中はとてもレトロな雰囲気でいい感じだった。部屋は結構狭めだけど、自分は寝れればいい人なので構わない。近くのお店で夕飯、わけわからんくらい美味しかった。よく朝少し観光をしに天文館へ。ここ結構有名らしい。鹿児島県は白熊かき氷発祥の地です。少し散歩しながらゆったりして、また高速バスで鹿児島空港へ向かいます。めっちゃ早く着いたので空港の中を探索しました。沖縄帰ります。ちなみに選手と同じ飛行機でした。ソラシドエアのスープ美味しかった。那覇空港到着。 FC 琉球は今苦しい状況ですが、戦ってる選手を後押しできるのはサポーターしかいません。なのでぜひスタジアムでタピスタの出島で応援しましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次の動画で、いやスタジアムでお会いしましょう。